谷翔平、日給2780万円わら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 、そんなことある？一致は？わら。ワイの年収やん。時給いくらやろ？試合のある日だけで計算しろよ。君と違って大谷くんは年俸契約ってわかってる？1分ごとに2万円、1秒ごとに300円もらえる計算か。やばいな。もうめちゃくちゃすぎてくさ。お前らと同じように大谷が布団に寝っ転がりながらごちゃんやってても、毎秒300円が上から降ってくるんやで。これに CM 撮影料も加算だぞ。年俸100億の男にふさわしい CM 出演料払えるとこが何社あるんや。Y の日給の1000倍でくさ。ようやっとる。岸田はこいつからもっと金取ればええやん。アメリカで納税するで、引退後も多分市松とかと同じでアメリカやで。アメリカで年収100億円の男が払うべき税金っていくらになるんや。野球やればいいじゃん。働くのがバカらしくなるよなほんま。お前らもストでも起こして給料上げろよ。我々が10円玉が落ちていても気に留めないのと同じ感覚で、大谷は2万円落ちていても気にしない。野球やってはいの10倍稼ぐとか人生不公平すぎるやろ。山川がアホらしくなるというのも一理ある。大谷のセフレになるだけで人生イージーになるの強いな。100万でいいから恵んでくれよ。ご視聴ありがとうございました。